トヨタ自動車は15番の安間と33番のステファニー、そして富士通は8番町田、そしてよく奪った、ナイスプレー、いやうまさがありますね。8番の内野が入っています、はい、いやルーキーとは思えないですよね、山本選手、ナイスリバウンドからのプレー奪いましたね。前節でもいいプレーをたくさん出した山本です。